今日はですね、喫茶ムートンさんにやってきました。あ、ごめん。あ、ごめん。もしもし、喫茶ムートンさんにやってきました。マスクに夢中。今日はこれじゃ職業体験しに来ましたけど。目覚めとる？だから、下向いとる。下向いとる？ちょっとお疲れかな、ね。あ、そう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 。食べる方がメインかも。じゃあ行きましょう。レッツゴー。あ、行くのね。行く行く。はい、行きまーす。あ、今工事中かな。入れますか。あ、こんにちは。よろしくお願いします。じゃあカレーのなんかスパイシーな匂いがしますよ。仕込みしてて。あ、そうなんですね。す今日はなんかちょっと体験させていただけるということで。はい、よろしくお願いします。じゃあ分かってるかな。ちょっとトーンとしてるかもしれない。うん、行こうか、行こうか。よし、お願いします。お願いします。手を洗わせてください。はい、どうぞどうぞ、まず。そう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 。うん、上手上手。なんかいろいろ並んでるよ。5種類もなんかスパイスあるよ。すごい、結構いろんな種類いるよね、こんちゃんね。家のカレールー1個とはやっぱり全然違いますよね。そうです ね本格的な感じ。さあ、こんちゃん、これをですね、この鍋に入れていくんですかね。これあ、まずこの白色で、ここ、はい、全部入れてもらって、うんうん、全部混ぜ合わせてもらえれば、ね、すごい、いろいろ。そうそう、これをね、ここに入れるんだって。対面苦手かもしれない。すいません、すいません、ちょっと緊張しちゃいました私。多分おそらくそうだよね。手伸ばしたけどあって思ったよね今ね。大丈夫だよ、大丈夫。お兄さん下がってくれました。怖いですね、知らない人はたくさんいる。そうですよね。ちゃん、どうですか、これ入れたいですけど。入れたいですけど。食べる専門。そうか。コムちゃん、ちょっとコムちゃん眠たくなったので場所を移動して座ってやりましょう。あ、食べたい。わかりました。で、急ごうか。まず名前忘れました。コリアンダーです。コリアンダー入れます。お、いいね。食べませんよ、まだ食べませんよ。まだ。あー、いい香りするね。もうこれだけでカレーの香りするね。2つ目、クミンです。クミン、はい。あれ、これクミンでしたっけ。あ、それ、はい、クミンです。あ、はい。あれ、さっきつぶつぶじゃなかったですか。あ、あ、これインパウダーです。パウダーに変わりました。はい、次、これはターメリック。ターメリックです。ターメリックです。どうぞ。お、お、いいね。ありました。次はチリパウダー。チリパウダーです。これ辛いね、お父さん大好きなやつだよ。コノちゃんとお母さん食べれんけど、いらんて、やっぱり。お母さん入れますわ。で、最後にガラムマサラです。ガラムマサラです。これ入れますか。よし、お、これは入れるね。うん、一緒にね。はい、混ぜ混ぜできますか。あ、上手。いいね。なんか綺麗だね。みんな同系色で、香りだけじゃなくて色もなんか綺麗。いろんな色が混ざって。おちゃん、上手にできました。これもなんかより綺麗に混ぜた方がいいと思います。あ、大丈夫です。はい、そのままで。大丈夫ですか。そんな感じで。お、じゃあ混ぜ混ぜ。いい香りするね、いい香りするね。混ぜました。あ、香りきたね。これをね、入れるみたいで。あっちね、あっちね。いい香り、とろっとしてるよ。お肉も柔らかそう。だいぶ煮込んでます。あ、どれくらい。あ、これも秘密。秘密だそうです。お、かなり煮込んでるみたいです。家庭ではできませんこれ。じゃあここはお母さんがやっておこう。あー、美味しそう。なんか器も素敵ですね。
そうなんです。これ水曜さん。そうなんです。平成のお茶なんです。カレー専用の。特殊ですね。特殊ですね。お母さんいただく？お母さんいただく？いただきまーす。はい、いい香り。美味しい。すごい食べやすいですね。まあ、子供でも食べれますね。はい。バターが入ってるんで。あ、そうかそうか。バターが入ってるんで。はい。食べたいね。美味しかったね。美味しかったね。どんどん食べたいね。でも緊張しとるね。ちょっと熱いですか？ちっちゃくして。本当柔らかいですね。スプーンでサクッてサクッてお肉が切れちゃいました。すごい、このちゃん食べられるね。お昼食べてきたんですけどね。お昼食べたんですけど、また食べられるという。嬉しいです。いっぱい食べてね。え、すごい、すごい。結構漬け込んでる時間も長いので。漬け込む、まあ、タレに漬け込んでるんですよ。タレに漬け込んでるんですか？はい、配合してそのスパイスと、配合して柔らかくなるように漬け込んでから煮込んでるんで。すごい手間今かかってるよ、このちゃん。煮込む時間とカットの仕方だけじゃなくて、そうやって漬け込んで漬け込む時間は長いかもしれません。え、通ったらすごいことになるんじゃない？この調理時間。これ1日何食ぐらい提供できるんですか？週末だけなんですけど。あ、そうかそうか。60ぐらい。60ぐらい。ある意味早い者勝ちです。1日20食ぐらい。そうですね。毎年販売しちゃうんで、日曜日になったりとか、週によっては。そうか、ね。早めに金曜日とか土曜日とかでなくなってしまったら、もう日曜日は食べられない。そうですね。いや、あ、そうですよね。いやー、ちょっと限定なの、限定数に限りがあるので、ちょっと金土あたりを狙って召し上がってください。コモちゃん、そんな貴重なカレーを今いただいてるよ。何するんだろうって思ってるか。コーヒーよ、コーヒー。いいですか？はい。あー、何出てきた、コモちゃん。あー、始めます。はい、お願いします。これ蒸らす時間って言って、最初に湯を入れて、粉に味噌を浸透させてる時間なんですよ。で、旨味成分を下に出して、出して、少しずつ抽出して、何数回かかけていくんですけど。そうなんですね。見ててください。面白いね。いつもこうやっていっぱいいっぱい、はい、抽出して入れてるんですか？はい、入れてます。こんじゃん、とっても丁寧なコーヒーで、だいたい一杯抽出するのに3分かかります。3分、はい、一緒にしちゃいけないけど、カップラーメンを思い浮かべる。カップラーメンが出来上がる頃に一杯できます。飲みやすいですね。そうです、飲みやすいに結構こだわってて、苦味の雑味とか出やすかったりするんですけど、それがあえてないようにしてて、なんかコンセプトとしてブラックコーヒーが苦手な人でもブラックを飲んでいただきたいなという思いで、結構スケールで作ってるんですよ。後足良くてスパイスカレーに合うように作ってます。すごい、ブラック飲んでるよ。ですよ、ブラックコーヒー、ブラック飲んでる。眠たいね。これ眠気覚ましになるよ。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ね、今日はすごい本格的なカレーを試食とかね、ちょっとお手伝いさせていただいたんですけれども、このカレーってどうやって誕生したんですか？そうですね、自分はこう瀬戸市が主催している仕事塾っていうのに通っていて、そこでのこう経験と、あと自分たちがこうアウトドアすごく好きで、結構2人で、はい、しょっちゅうキャンプとか行ったりするんですけど、
なんかそれこそ一緒にキャンプに行くようになって、はいはい、やっぱキャンプといえばカレーじゃないですか、うん、そうですね。やっぱアウトドアってすごい雰囲気がいいんですよ、うん、森の中で、うん、そこのところでただカレーを食べるだけじゃなくて、うん、ちょっとスパイスにこだわった男らしいカレーを作りたいよねが始まったんです。男らしいカレーを、そうです、ちょっと一味違うのを作ってみたい、周りと違うカレーを作ってみたいなって思ったのがきっかけで、はいはい、そこからスパイスをスパイス屋さんに行って、あ、スパイス屋さんに行ったんですか。そうなんですよ、スパイス、なんか本格的なスパイス屋さんに僕たち今も行って、はい、買いに行ってるんですよ。あ、だからあの味が出せるんですね。なんか一度食べたらなんか病みつきになりそうな、うん、家ではやっぱり作れないような美味しい味だったので。もともとそういうのは料理とかって趣味だったんですか、そういう詳しかったんですか。普段からよく作ってましたね。あ、はい、まあ、キャンプ行くとですよね、やっぱりキャンプ の、 その山の中だとやっぱりなんか雰囲気もあって作りたくなるんで、うんうん、一緒に今日何にするとか話しながら作ってますよ、はい、今力入ってましたもんね、キャンプだとって。キャンプが好きなんですよ。好きなんですね、はい、その情熱 の、 あのキャンプに向ける情熱の中でそのスパイスカレーが、美味しいスパイスカレーが、そうです、テイクアウトのイベント、カレー、そうです、スパイスカレーのテイクアウトを、うん、まあ、店舗に来ていただかないとダメなんですけど、はい、うん、テイクアウトもできますので、はい、なんかお出かけの前に寄っていただいて、うん、購入してもらって、うん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 、どっかでスパイスカレーを食べるだったりとか、あ、どんどん暖かい季節に向かってるので、はい、ちょうどお弁当もいい時期だと、食べスパイスカレー食べて汗を流していただいて健康になってもらえたらなと思います。あ、そうですね、体にとってもすごい良さそうですね。オンラインショップの方で、うん、はい、その今はドリップパックだけですけど、はい、コーヒーも販売してますので、うん、よかったらそちらもご購入いただけると嬉しいなと思います。はい、ね、それもぜひあの概要欄の方に載せておくので、あの覗いてみてください。はい、じゃあ今日はあの美味しいカレーをどうもありがとうございました。モルちゃん、モルちゃん、眠たい。そうね、そうね、ちょっと金土あたりを狙って召し上がってください。